結構高級車。ひどい。こんにちは、スタジオトリガーの社長の大塚です。今日は僕たちがアニメを作ったサイバーパンクエッジランナーズの、まあ、原作というかゲーム本編を、ちょっとプレイしているところを僕らで紹介していこうと思います。でまあですね、その実際、まあ、制作時に、ご自身たちたくさんプレイされてたということで、今日はちょっとお一人ずつですね、だいぶもうプレイして最後にプレイしてから時間空いてるかもしれないんですけども、ちょっとプレイをしながらですね、まあ、例えばこうアニメとリンクしてる部分とかを少しお話を伺えたらなと思いますので、ちょっとまいきなり無茶ぶりですけど、大塚さんにじゃ最初お渡ししたいと思います。懐かしいですね。もうね。で、なんかこういう信号とかあるとついつい止まっちゃって、待ってったらなんか大塚さんは待つんですねみたいな言われて、そうそう。なんかもう作り込まれてるからなんかその現実の信号があるみたいななんかついつい待っちゃったりしてたんですよね。あのゲームだと本当なんか通行人とかいっぱいいるんですけど、アニメでこう。もうキャラがいっぱいいると大変なんで、こう街中をちょっと避けるというか、あんまりなんかアクションをちょっと人気が少ないところでやったりとか、そうですね、ほどほどに入れてました。こういう銃だけじゃなくてそのパイプみたいなのも戦える。僕は最初デモでやってる時は割とその打撃系で、ああなるほど、あんまりシューティングが得意じゃなかったんで、大塚さんずっとハンマーで撲殺し続けてました、ね、強いんですよね結構。いや確かにハンマー強いから楽なんですよね。あれハンマーが出てきますよね、アニメの中にも。あの一応面積として、あ、ね、はい、あれ投げちゃった。同じことやっちゃった。向かってくるアンデミスさん多分リチャージがあるからすぐ使えないと思います。あ、なるほど。いやちょっと武器の振り方すらよく分かってないな。え、あの右のトリガーっていうですね、あの拳銃でいうところの右のトリガーなどですけど、ここです、ここで、あ、ここですね、かっこいいな、こういったかな。デミスター発動できない。出た、敵を見失った。あ、いた。デミスター、サンデミスター使いこなしてます。サンデビスタンの表現もこうアニメだとちょっと違う。そうですね、だいぶ、うん、だいぶあれ解釈変えましたね。それもアニメを見てもあれ動けなかった。楽しみにしてもらう。じゃあ警察と戦って死ね。警察と戦って一般市民を殺して、わあ、逮捕状が発行されない。え、来た、あっちから来てる。一般シーン強いんだよな。アニメだともうボロボロキングのアニメは弱いですね。マックスタックも弱くしちゃった。そうですね、あの結構マックスタックゲームの中だと最強最強ですからね。大体あれ来たら終わりですから、シーンと回復されていくんです。すごい、まあ、もう連だけ囲まれるとちょっとゲームの中では、あの手が出ないかな。粘ります。マックスタックが来るまではダメか。確かにマックスタック警官に殺されて終わってしまいました。気分はどうですか。気分はどうですか。なんかコントローラーさえ普段のやつならもうちょっと高いと思った。結構高級車。ひどい。この車もすごい印象強いんですよね、アニメで。これアルバラードですね。アルバラードですよね、はい、それこそ市場で出てきましたね。アルバラードごつくていいんですよね。上を外した状態にはしなかった。あ、そうですね、そのフードというか。そうですね。で、すごい個人的に感動したのが、はい、あのアルファガード爆発するじゃないですか、はい、市場の中で、はい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 、その時にこうタイヤがトンって飛んでくるんですよね。あ、はいはい、あれがちゃんとその数が、はい、うん、合ってるというか、ここから起き上がれるのか。起き上がれる。おー、やばいですね。アップデートでその横転した時に戻れるようになった。やっぱそうですよね。前なかったですよね。前はもうひっくり返ったらおしまいだった。ひっくり返ったらもう死ぬしかなかった。僕たちのプレイはどうだったでしょうか。ちょっとあのいつもやってるのと環境が違って、あの操作うまくないとこもありましたけども、9月にアニメがリリースされて、ぜひゲームの方も遊んでもらえたらなと思います、アニメとゲーム両方楽しんでください。ありがとうございます。